大丈夫、すべてうまくいってる。実は私、数年前までニートでした。借金はあるし、病気はするし、事故には遭うし、恋愛したと思ったらセカンドだし、結構ボロボロで、もう早くあっちに帰りたいって本気で思ってました。その私が現実創造論というものを知ったことをきっかけに、人生が激変します。現在は毎年右肩上がりで売り上げを上げている会社を経営し、プライベートでは結婚3年目を迎え、毎日本当に幸せに暮らすことができています。だからこそ、一人でも多くの方が自分らしく生き生きと、豊かで幸せに生きるお手伝いをさせていただきたくて、YouTube を中心に、自分が望む現実を想像するための波動の法則、量子力学、脳科学などの現実創造論を発信してきたんです。そんな私に、2021年8月、転機が訪れました。ひどく体調を崩して病院に運ばれたのです。思いがけない病が発覚。体にはいろいろなモニターがつけられ、絶対安静の日々。常に口に酸素マスクがつけられて、自由に話すこともできなくなりました。肉体を脱ぐ時が来たのかもしれない。遠のく意識の中でそう感じた時のことでした。突然、自分という肉体からスーッと抜けて、意識体となって、病室の天井からベッドに横たわる自分を見ていました。それは、幽体離脱というものだったのでしょう。横たわる自分を見ていたら、自分の意識が上へ上へと連れて行かれたのです。それはほんの一瞬の出来事でした。宇宙の端っこに連れて来られたんだ。宇宙の果てから、ベッドでうんうん苦しそうに寝ている自分を見ながら思いました。そして、私の背後には、すっごく大きな気配がありました。それが何かは定かではありません。ただ、不思議と不安や恐怖はなく、大いなる静けさと安心以外の何者でもない存在。大好きな田舎のおじいちゃんに見守られているような、懐かしさのようなものすら感じました。その存在は教えてくれました。すべてうまくいってる。何もかも安心していい。この視点を持ち続けること。今ここで感じている波動を保つこと。それだけでいいんだ。すべてうまくいってるんだから。次の瞬間、私の意識は肉体へと戻りました。この体験は私の中で確実にとてつもなく大きな気づきになりました。一言で言うとしたら、この視点、波動、意識を保つだけで人生すべてがうまくいってしまう。ここに揺るがない無限のパワーがあるんだ、という感覚を覚えてしまったという感じです。変化の時代の現実創造は、月のような生の波動が鍵。自分の思考、感情、波動を使った現実創造論は、ポジティブでワクワクな明るい思考、感情、波動をいかに保つか。すると、望む現実が創造される。ということが定番中の定番の考え方です。だからこそ、陽気で明るく、キラキラと楽しい波動をいかにキープできるか。自分が太陽のような波動であればあるほど、それと同調した現実が作られるのですから、太陽的な陽気なエネルギーであろう、と私もそうお伝えしてきましたし、自分自身常にそうありたいと思ってやってきました。ただ、冒頭でお話しした、入院中に宇宙の端っこに連れて行かれた時の波動は、明らかにそれとは真逆でした。今ここで感じている波動を保つこと、と教えられた時の波動は、無や静というもので、陽気で明るいとはまた違う。言うなれば、お月様のような、静かでどっしり、凛としている、という感覚だったんです。でね、それに気づいてから思い返してみたら、太陽的な陽気なエネルギーであろう、ということだけに努めていると、そうあれない時の自分を責めやすくなってしまったり、感情の浮き沈みや心のブレが激しくなってしまうこともあったなぁと。これからの私たちにとって、現実創造を助けてくれる最大の味方となるエネルギーは、太陽が持つような銅のエネルギーだけではなく、
月が持つような生のエネルギーや宇宙が持つ無のエネルギーでもある。そう感じてしまったんです。もちろん入院する前のウキウキワクワクしながら明るくはっちゃけている自分も大好きなのですが、振り返ってみると、すみません。無理している時もありました。明るくあらねばと肩に力が入りすぎていたことも正直なところありました。しかし、勤めて明るくとか、ハッピーな気分を無理に先取りとかしなくても、全然 OK だったんです。そのようなことをしなくても、望む現実は作れるし、人生は良きように好転させられます。この気づきがあってから、激動とも言えるような変革の時代を生きている私たちには、月のような静かでありながらも、力強いエネルギーを味方にする必要があるのではないか、という感覚が確信に変わってきています。自分がこうあってほしいと願う豊かな現実は自分で想像できる。それは揺るがない真実です。ただそれは今までお伝えしてきたようなワクワク、ウキウキ、キャーッとしていれば豊かな現実は自分で想像できるというお話だけではなく、月のような静けさを保ちながらも、あなたがもっと気楽に、これからの時代によりフィットした形で、望む現実を想像していくこともできるということ。そのコツを本書ではお伝えしていきます。どうぞ、楽しみに読み進めてくださいね。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、いつだって宇宙を信頼すればいい、という本をご紹介したいと思います。著者はスピリチュアルコンサルタントとして大人気の吉岡淳子さん。健康、お金、恋愛など全てがうまくいかない苦しいニート時代もあった吉岡さんですが、宇宙の法則、現実創造論を知ることで人生を劇的に好転させました。過去の自分のように辛くて不幸だと感じてしまっている方にご自身の成功法則を伝える活動を行っておられます。本チャンネルでも以前、日本人こそ宇宙にお願いすればいいという本をご紹介させていただいております。その吉岡さん、実は昨年病に伏し入院をされていたそうなんです。突然の重い病にベッドの上で生死をさまよっていたその時、冒頭にあったようなとっても不思議な体験をされ、今までにない新たな気づきを得られたということなんです。その気づきを一言で言えば、すべてうまくいっているということ。いわゆる引き寄せの法則で伝えられる、いい気分、ワクワクする気持ちが大切という考えはそのままに、さらにそこに無、性という考え方を加え、すべてがうまくいっているというシンプルでとっても深いコンセプトに昇華されているんです。で、こうやって聞くとなんだかややこしそうだなと思う方がいるかもしれませんが、このコンセプトをめちゃめちゃわかりやすく説明してくれているのが吉岡さんの本の素敵なところなんです。本動画ではそんな本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか。全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あり方を整えると望む現実がついてくる。ぶっちゃけますと、退院してからの私は入院する前と感覚が変わってしまったんです。どこがどう感覚的に変わったのかというと、これまでのようにこうこうこうすれば現実創造ができますよというハウツー的なやり方を説明するよりも、自分のあり方を整えることによって現実をついてこさせちゃうという理論がしっくりきていて、その方が現象化も早く起こることを知っていただきたいという感じです。では具体的にどんなあり方がいいのって思いますよね。一言で言うと、どっしりと構える、それだけなんです。どっしりと構えるということをして、
変に動揺したり、せかせかしたり、イライラしたりしない。いろいろなことにすぐ反応して、感情を乱さないことが大事です。ただただ、今日という一日、今、この瞬間瞬間を大切に生きてみるんです。もしかしたら、え、お坊さん？おばあちゃんですか？と感じてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、ご飯を食べて、ああ、美味しいな、と感じたり、晴れた空を見上げて、ああ、気持ちがいいな、と感じたりというような、今、自分の目の前にあるもの、今、起きていることに対して、本当にありがたい、と思って生きてみる。それだけです。日々、自分が置かれた状況に感謝して、以前より、ちょっとゆったり、ゆっくり暮らしてみる。ただそれだけ。でもね、たったそれだけのことしかしていないのに、実際に現象化して動くものが大きくて、ただ感情や波動を大きく乱さずに過ごしているだけなのですが、望んでいるものやそれ以上の現象化がよりスピーディーにやってくるんです。陰か陽かでジャッジしない。そもそもなぜ私がどっしり構えてみようと思うに至ったか。それは宇宙の端っこに連れて行かれた時のあの場の波動を保つにはと思ったからです。あの瞬間の感覚は安堵、深い安心というものもあり、変に動じるものもなく、ただただどっしりとしていたんだよな、と思い返しながら、あの場の波動に自分がなるには、と考えたことからでした。また、すべてうまくいっているんだ、と教えてくれたあの背後の存在は何だったのか、退院後もずっと考えていました。その存在から、すべてうまくいってるから、どのような時も安心して過ごしなさい。この視点をしっかりと持って、この波動、振動数を保つんだよ、ということを教わって、その後、その教えに忠実になればなるほど、願ってもいないことすら叶う、想像を超える良き方向に運ばれる、というような現象が起こるようになりました。また、宇宙の端っこから私が見た景色で、一番印象的だったのは、自分が伏せているベッドの上で回る陰陽対極図。あれは一体何を意味しているのかということ。私なりの考察なのですが、私たち人間はその瞬間瞬間で感じたことに対して、いい、悪いとか、上、下とか、様々なことをジャッジしていませんか。何かと二極に分けたがる。それを外せ、その考え方を改めなさい。ということだったんだろうなぁと。例えば、朝晴れていてよかった。雨が降っていたらついてなかった。とか、収入が上がったから良い人生だ。収入が減ったからダメな人生だ。という感じです。また、嬉しい、楽しい、美味しい、といった陽の感情を感じて生きていると良い状態。悲しい、辛い。まずい、といった陰の感情を感じて生きていると悪い状態、と評価しがちだと思うんです。そして、陽気に生きているように見える人、例えば幸せそうな人、成功している人、お金がある人、飼っている人、充実している風に見える人、人気がある人、大きな家に住んでいる人、などを無意識に自分より上に見ていたりもします。反対に陰気に生きているように見える人。例えば、不幸せそうな人、失敗した人、お金がない人、負けている人、退屈そうな人、嫌われている人、小さな家に住んでいる人、などを無意識に自分より下に見ていたりもします。こんな風に常にジャッジしているから、陽の感情のみを感じて生きてみたいと人は思いがちなんですよね。そうやって人はずれていき、結果自分が苦しくなる。でも本当は陰も陽もどっちもあっていいわけじゃないですか。陰の感情を味わうことで人間の器が広がることだってあります。悲しい、辛い、苦しいという感情を味わったことで人に優しくできたり、人を救える人間になりたいという気づきにつながったり。つまり陰陽どちらの体験、感情も受け入れてこそ、本来の幸せが分かってくる。
すぐに2極に分けて、対極にいる者にあれこれ言うのではなくて、もっと高い視点を持ちなさい、ということも伝えてくれていたんだろうと、そう感じているんです。最強の想像力は、無や生の喜び。これからの時代は、月のような生の波動が大事になる、と言いましたが、そもそも私が、月のような聖なる波動にはすごいパワーがあると気づいたのは、自分の体調不良や気落ちがきっかけでした。ある時、謎に気落ちしていて、体調もすっきり感がなくて、何を見ても何を聞いてもウキウキワクワクになれなかった時期がありました。以前の私だったら、太陽的な銅のエネルギーであろうと努めていたので、ウキウキワクワクすべく必死にいろんな行動を起こしていたと思いますが、そうなれないんだからと無や生の喜びを保とうと意識していたら、かなり難しいはずの現実創造がすんなりできちゃったんです。何が起こったかというと、ちょうど引っ越しを考えていたのですが、いくらなんでも無理でしょうという厳しい条件の物件にすんなり引っ越しが決まっちゃったんです。その物件の条件や審査がかなり厳しめだと分かったとき、ここに引っ越すのは難しいのかも、と、ネガ思考が一瞬頭をよぎりました。以前の私なら、まずオーダーを上げる時点で、この物件に引っ越せたら、を想像して、ウキウキワクワクと過ごすということをしてみたり、新たな家具を見に行ったりしながら、波動を上げ上げに過ごしていたと思うんですよね。ですが、ウキウキワクワクする気分にもなれなかったので、生きているだけでありがてえとお茶をすすりながら、ちゃっかりノートにオーダーだけ書き、時間を見つけては瞑想したり、本を読んではほうほうとうなずいてみたり、散歩をしながら緑好きとつぶやいたりなど、新手のご老人純子として静かに過ごしてました。しかし、新手のご老人純子として生きていると、ブレる、焦るということがなかったので、すべてうまくいく、感謝感謝などとつぶやきながら、無と生の喜びを追求だけしながら生息していました。すると不動産屋さんから、審査通りましたよと言われちゃったという。以前だったら、やっぱり難しいんだろうなと、審査の厳しさに絶対に動揺したはずなので、その都度波動はだだ乱れ、その現実が想像されてしまい、今回の物件への引っ越しは難しかっただろうなと感じています。そうやって考えると、最高であり最強の波動でもある無や、それに次ぐ波動の生の喜びを日々追求していてよかったなと心底感じたんです。そして無や生の喜びこそが宇宙の波動であり最強の想像力なんだなということに、改めて体感として気づいてしまいました。もちろん、ウキウキワクワクといった動の喜びがダメなわけじゃないので、その感情を波動でいられるときは思いっきり楽しんで過ごしていただきたいし、その波動からも作りたい現実は想像できるので、それも楽しんでいただきたいです。あなたがこうあってほしいと願う豊かな現実は、あなたは必ず作れます。あなたがこうあってほしいと願う豊かな現実は、あなたは必ず作れます。そしてそれは、ワクワクウキウキと荒れないとき、陽気な気分を保てないときにも作れるんです。もちろん、それらの陽気な感情を自然と感じられているときには、楽しみながらその時間を過ごしていただきたいですが、無理にその感情を味わおうとせずとも、もっと静けさを保ちながらも、あなたが望む以上の現実を想像していくこともできるのです。そのための具体的な考え方、あり方、ステップに加え、何らかの壁にぶつかった時の対処法を本書でご紹介させていただきます。辛い状況を体験したり、悔しいと感じる体験をしたり、その瞬間では、なんでこんなことが起きたの?と感じてしまって、腐りそうになったり、ひがみたくなったり、苦しくて涙が止まらなくなったり、そしてその状況を何とか良き方向に向かわせようと必死にワクワクしてみたり、無理に明るい未来を想像したりする。でもそれは心底からその感情を味わっているわけではないから、状況は停滞、悪化していく。
本書にあることを腹落ちさせることができると、このような負のサイクルにもはまりづらくなるし、仮にはまったとしても抜け出しやすくなります。どんな時にも全てうまくいってるというどっしりと構えた意識、高い視点を持ち続けてみてほしいです。そして嬉しいと感じる時には、やっぱりうまくいってるとより喜んでいただき、悲しいと感じる時には、これが起きたからこそ絶対うまくいくとより信頼していただくと、本当に全てうまくいってるというサイクルを生きられます。あなたは絶対大丈夫。あなたの人生は本当に全てうまくいっているんだから、変に動じず変に嘆かず、宇宙や自分を信頼して安心して日々を過ごしてみてね。またお会いできることを楽しみにしています。この考え方、僕はとっても素敵だなって思うんです。太陽の眩しさも素敵だけど、月の優しい光や静かに落とす影に心を動かされる時もある。陽と陰がそのまま幸と不幸っていうわけではない。だからワクワクドキドキキャッハーという陽の気分の時だけでなく、陰の気分、つまり無だったり静だったりする時でも、幸せの種はいくらでもある。陽でも陰でも全てうまくいくんだよ。だから無理やりワクワクする必要もないし、メローな気分をネガティブに捉える必要もないんだよ、と言ってくれているような気がします。わかりますよね。ああ今私ワクワクできてないな、なんてことで悩んだら、それこそ本末転倒ですものね。でまた本書がすごいのが、この無、静というものをこれでもかというほど掘り下げているんですよね。本動画でご紹介しているのはプロローグ程度の内容で、あとはたっぷりと無、静を中心とした内容が展開されていくんです。吉岡さんご自身も YouTube で発信をされているので、そこで展開されていることもあると思うのですが、書籍という形で考え方を構造的に説明してもらえると理解が一層進むだろうなと思います。そしてこういった内容が吉岡さんのわかりやすく優しくユーモアたっぷりな説明で展開されていきますので、リラックスして読むことができるんです。個人的にはこれまでエイブラハムを中心に波動の法則、量子力学、脳科学など様々な要素を加えて作られてきたコンセプトに、さらにご自身の体験から来る新たなコンセプトが加味されて、一層深いものになっているように感じました。そしてそういうご自身の体験も含めて概念化、体系化をし、常にアップデートを繰り返して皆さんに情報発信をされているところも素敵だなと思いました。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム見つかりました？チャームの数は全部で4つです。どうです、見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。